5番でございます佐渡伊藤酒店の晩酌151へ、今夜も佐渡島からお送りします。今日11月の9日です。一気に真冬になったみたいに、もう寒くなって、最高気温もどうだろう、10度もいかんぐらいの一桁で、平地でもあられみてえのがパラパラパラーと降ってきて、山見たら大佐渡の山々は白い雪化粧してしまいました。まあこのまま冬になっていくってことはねえんでしょうけども、まあ本当にいきなりやってきたもんだから、本当寒て、ヒーターみたいな感じの温風の出る、暖房を今足元でこうつことるんですけども、まあ今風呂上がってきたばっかりで、まあ夜中ですが、空気が冷てえせいか、もうほ顔の皮もなんか突っ張ってしもて、このままにしとくと本当に顔がひび割れすんだねかと思うぐらいにもう突っ張っております。手も、まあ気持ちいい、なんつうんだろう、風呂上がりの感じはあるんだけど、こう潤いがねえなって、これを続けると一発でもうひび割れる原因になると思うんで、これを、また今日も風呂上がりに塗るわけです。もう毎日欠かせません、冬場は。でも11月だけど、上旬だけども冬場ということで、はい、大吟醸の潤いクリームは発するから出ております。今年で3年目使います。ちょっとだけ塗っときゃ言い訳なんですが、ちょっとだけ指につけて、ちょっとだけ、あ、顔も塗らんから、もうちょっとつけんなんかもしれんけど、まあちょっとだけつけるだけですごい伸びて、クリームというよりもサラサラしとるジェルなもんですから、本当にもう指先から手のひらから手の甲から、はい、ちょっとつけるだけで十分、うん、その残りでこうほっぺたでもこう、うん、ちょっとつけて突っ張りを取らんと、なんかこうもう顔が突っ張ってす、どうしてもね、本当は頭皮もなんか突っ張っとるんだけど、まあその辺はいいか。この冬寒い時こそ役に立つこの、白鶴の大吟醸の潤いクリームってやつです。おすすめします。90g 入って税込みで1420円。まあここにはまあいろいろと、なんだかんだと書いてありますけど、本当にこれはおすすめします。大吟醸の潤いクリームの話でした。寒い寒い、佐渡島からお送りしました。以上です。